モントランブラン・モントランブランリゾートは、カナダ・ケベック州モントリオールより車で来た一1時間半、モン・トランブランにあるリゾート地。特にスキーリゾートとして有名であるが、水泳のできる湖やゴルフコースなどもあり、夏季のアクティビティも盛ん。山の名前であるモントランブランはフランス語で、震える山を意味する。山頂の高さは875メートルで周辺の、 山々で2番目に高い。紅葉の名所としても知られ毎年秋の時期になると、紅葉を目当てに多くのツアー客が訪れる。モントランブランの歴史はシャトー・ボーバロンと呼ばれる建物と土地への優れた先見性を見出したフィラデルフィア出身の探検家、ジョセフ・ボンド・ユラント・ライアンの存在が大きく関わっている。世紀の変わり目に生まれたジョー・ライアンは、 アメリカ鉄道業界で最も裕福な実業家の一人であったトーマス・フォーチュン・ライアンの孫であり祖父の野心を受け継いだジョー・ライアンは探検や旅行をも好んだトランブランの土地をこよなく愛したジョー・ライアンがモントランブランを最初に訪れたのは1938年ライアンはトランブラン山に苦難の末登り抜き山頂にたどり着いた瞬間 この山の持つ魅力に心を奪われる。この時、彼はここに世界有数のアルペン村を作り、各都市へアクセスできるように変えることを決心する。そして、このことがその後のトランブランのあり方を運命づけることになる。翌年の1939年、ジョー・ライアンはマリー・ラザ・フォードと結婚し、年の終わりに、モントランブランは公式にスキーリゾートとしてオープンする。 タイムマガジンにはローレンシャンをアメリカ人スキーヤーに人気のスポットとしてモントランブランを最も新しい流行の場所として紹介している。1942年にジョー・ライアンは妻のマリー・ライアンと共にシャトー・ボーバロンをオープン。当初はゴルフコースのクラブハウスとして建てられるはずだったが実現することはなかった。 それにもかかわらず、モントランブラン地区で重要なランドマークとなる。1949年にはシャトー・ボーバロンを、ハリー・ストークスとイザベル・ストークスに売り渡し、その後、11年間、宿屋として経営される。1950年代、シャトー・ボーバロンは、同地区でも最も名の通ったパーティー会場となり、お酒や料理、ジャズのライブ演奏などを楽しむ社交の場となる。 そして1960年代、シャトー・ボーバロンは型を変え、1976年には長期滞在向けの施設となる。アレックス・リデルとジュディ・リデルは建物を改修し、旅館として経営。1980年代、俳優のポール・ニューマンが滞在客でアレックス・リデルがスキーへ連れて行ったこともある。1998年、リデル夫妻はシャトー・ボーバロンを、 RHK ディベロップメントに売却し、老朽化した予感は閉館される。2003年、空っぽになった建物は、同じく、フィラデルフィア出身のリチャード・マスターソンと、カナダ人パートナーである、ギャビン・マクドナルドとピエール・ドユプレが率いるグループ、アバンタージュに、再度売却された。歴史的な重みがあるシャトー・ボーバロンの建物はこの、ドユプレによって受け継がれる。 ピエール・ド・ユプレの父はトランブランで最初の医者でジョー・ライアンと同様にこの場所に見せられた人物である。2005年12月21日に新しくなったシャトー、ボーバロンには70の客室を持つ高級コンドと新しいロビーとレストランがオープンしている。最初のリフトが導入されたのは1939年でロッジも同年にオープン。 イントラウェストによる拡張工事の際、施設を移動したが、現在もビレッジ内に残っている。リゾートがオープンした初期の頃、ラジオ放送局のブロードキャスターでスキーに情熱を注ぐアメリカ人、ローエル・トーマスは、ラジオ放送を通じて、同リゾートの知名度を上げるのに貢献することとなった。同リゾートには、ローェル・トーマスや初期のファンによって名付けられた。 スキーリフトやトレイルがある。リゾートは1991年まで独立経営を続けていたが、イントラウェストに買収される。イントラウェストは買収後すぐに、歩行者天国であるモントランブランビレッジの建設をリゾート内に始め、新しいリフトやゴンドラを導入した。グランドマニトーサミットロッジも再建された建物のうちの一つ。 イントラウェストによって整備されたモントランブラン。ビレッジには、歩行者専用道路やおしゃれなショッピング街、ナイトライフやアフタースキーの楽しみ、スロープサイドに立ち並ぶ宿泊施設などがあり、モントランブランを東部カナダでもユニークなスキーリゾートに変えた。旅行者は、ビレッジ内に滞在中、車を簡単に駐車して置いておけるようになっている。カブリオーレと呼ばれる。 ゴンドラタイプの無料リフトがあり、ビレッジ内の高い地点と低い地点とを結んでいる。また、このリフトの高い地点から山の頂上を結ぶメインのゴンドラに乗ることができる。また、このリゾート内にあるモントランブランビレッジとモントランブラン村とは、名前が似ていることから混同しやすいがそれぞれ別の場所である。モントランブランは2005年スキー雑誌によって、 北アメリカ東部のスキーリゾートとしては8年連続してトップの評価を受けている。主なスキーリゾートの面積は2.4平方キロメートル以上で、スキーとスノーボーディングのトレイルが4つのエリアに分けられている。2005年の冬のシーズン中、リゾートには94ものコースがあり、最も長いもので6キロメートルに及ぶ。コースはそれぞれ初心者向きに16。 中級者向けに31、上級者向けに37、エキスパート専用が10ある。リゾートの特徴として、スキーリフトが13あり、内訳はゴンドラが2つ、取り外し可能なリフトが5つ、通常のリフトが3つ、マジックカーペットが3つ。これらのリフトは合計で1時間に27,230人を運ぶことができる。しかし、レギュラーシーズンの土曜日であれば、 ゴンドラの待ち時間は40分を超えることがある。山頂にはレストランなどの施設や冬と夏にオープンしているグランドマニ島がある。モントランブランの山頂から丘や谷に囲まれているためクロスカントリーのトレールがたくさんある。スキートレールは隣町のスキートレールと繋がっていてスキーで滑りながらモントリオール郊外のブランビルまで数日かけて下ったりすることができるようになっている。 モントランブランは四季折々のアクティビティがあり、谷に囲まれた小さな湖や薄そうとした新葉樹林に加え、1000以上のコテージがある。ゴルフコースやハイキングトレイル、ゆっくりカヌーをするのに適した小さな川もある。マウンテンバイク用のトレイルも数多くあり、自転車専用の道路も整備されている。レース会場であるモントランブランサーキットもあり、インディカーシリーズや F1、 カンナムシリーズ、トランザムシリーズなどを開催したことがあり、現在はグランドアメリカンドードレーシングを主催している。同リゾートには様々なホテルや長期滞在用のコンドがあり、その多くはビレッジ内にあるため山まで徒歩圏内で行ける場所に位置する。ありがとうございます。